こんにちは。アマゾン S サポーター、堀秀夫です。オーストラーアマゾンのサポートを受けている会社で、ね、何人か担当サポーターというのがついたんで、良い機会なんでね、私がこうするといいですよと言ってることがね、実践の中でまそうだろうなということでね、サポートしてるんですけど、担当の方に聞けばそれが正しいのかどうか、アマゾン的にどうなのかというのを確認できるんでね、確認してみました。 まあよく言ってる、売れる商品に集中すると。で、売れない商品は、えー、撤退するというのを、えー、常々アドバイスしているわけなんですけど、まあこれをね、アマゾン担当サポーターに、長期在庫削減期削減、削減し、ベストセラー製品に集中するという戦略が正しい戦略なのか確認しました。まあそうしたところ、回答としてはね、長期在庫削減し、ベストセラー製品に集中するという戦略は、在庫管理を改善し、 保管単位を増やすための適切なアプローチですというね、返事が返ってきました。まあ実際ね、この在庫保管単位、FBA 在庫リミットなしというのになるわけなんですけど、まあそれ以外にもね、やっぱりあのパート取得率が上がるというのがね、まあ、非常に大きなメリットで、まあ割と数字をきっちりつけてる会員さんにね、この私からの質問ですということで、 取扱い衛信を絞ってカート取得はしやすくなったと感じていますかと質問したところね、えー、体感としては特に感じてない、特に感じてないですね。ただここ最近の事実として、売上が1000ドルぐらい上がったのと、えー、フューチャーオファーの値、これね、カート取得率なんですけど、それが40%台だったの50%台に上がりましたということでね、まあ、カート取得率上がって売上上がったと、まあ、当然利益率も改善しています。 扱い商品減らしてね、利益上がって、えー、売り上げも上がるならその方がね、えー、断然効率的なんでおすすめです。ただ別の会員さんはね、いや、全く、えー、何が違ってきたのかわかりませんという回答だったんでね、えー、そう、そういう何も感じない、ね、ぐらいの差の方もいるんですけど、まあ少なくともね、マイナスにはならないし、商品管理楽になりますんで、まあ、えー、売れない商品は撤退すると。 売れ商品は、え、集中するというのをお勧めします。また商品についてはね、まあそれを何個扱うとか撤退だとかいくらにしましょうとか、もう個別サポートの会社は細かくサポートしてますので、お気軽にご相談、ご連絡ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。